今栄に来てるんですけど、時刻は9時45分、もう平日の夜なんで人がだいぶ減ってはいますけど、まあそれでもやっぱ栄なんで多いですね。でまあなんでいきなりこんな栄の夜をあてもなくドライブをしているかというと、まあ最近ちょっとカメラのマウントをたくさん買ったので、まあ、それを使って、まあ、ちょっと試し撮りをしてみたいなっていうのと、まあ、夜っていうこのまああんまり環境、撮影の環境としてはよろしくない中で、まあ、どこまで撮れるのかなっていうのが知りたくて、ちょっと今街を走らせてるんですけれど、まあさすがに田舎だと風景が変わり映えしなくて、ただただ走るにしてもあんまり面白くなかったので、ちょっと足を伸ばして栄まで来てみました。おかげさまで YouTube の登録者数が800人を超えました。ありがとうございます。まあちょっと話せば長くなるので、まあだらだら喋りながら行こうと思うんですけど、もともと社会人になってロードスターを買った時から、まあなんか GoPro とか買って、でまあドライブ動画とか作れたらいいなと思っていたんですけれど、なかなかその重い一歩を踏み出すことができずにですね、まあ、GoPro 買ったはいいものの、なんかいまいち使い方が、効果的な使い方ができなくて、で、まあ、ちょっと一回マウントを吸盤ガラスにくっつけて何回か撮ってみたんですけど、まあ、うまくいかず納得できる映像が撮れなくて、でどうしようかなどうしようかなってなってる間に、まあ、ロードスター降りることになって、で CX5 買うぞってなった時に、まあ、ちょうどまあちょっと CX5 購入ってところから動画を始めてみようかな、作ってみようかな、チャレンジしてみようっていうので、 CX5 の購入をきっかけに YouTube 投稿を始めました。まあ、タイミングも良かったのかもしれないですけれど、ちょうど CX5マイナーチェンジ、フェイスリフトを伴う大きなマイナーチェンジが入るタイミングだったので、結構動画をまとめると興味を持って見てくださる方も非常に多くて、で納車動画を上げるまでにまあ大体1ヶ月2ヶ月ぐらいで、まあ、登録者数が200人ちょっと超えてですね、あ結構やってて楽しいなと思ってたんですけど、まあ、納車してからはまあ、ネタに尽きてしまって、っていうのも納車するまではいろいろとまあオプションの紹介とか買った社外品の紹介とか、まあやることって結構あんまり考えなくてもあるんですけど、それが一段落してしまって納車をしてしまうと、さて次どうしようってなるんですよね。で買った車との日常を撮ろうとは思うんですけれど、ちょうど僕その時は日常動画を撮るほどのその装備がなかったというか、今みたいにマイクもないですし、マウントも持ってないし、でジンバルもよく使い方分かってないし、でやっぱ撮れなかったんですよね。で結局そこから投稿しない時期が出てしまって、結局投稿しないで、まあ1年ぐらいかな経ってしまったんですけど、よっまあそれでいろいろあって動画投稿をサボってしまって、で CX5 を買って1年半ぐらい経ったので、まあちょっと1年半経ったレビュー動画撮ってみようかなと思い立って動画投稿を再開しました。まあプリンセス大通りはやっぱさすが人が多いですね。飲み屋さん、まあ平日でもこれだけ人がいて、
盛り上がってますね。あんまりこの時間に来るもんじゃないな、この辺は。でその中 の、 あの MX81 の動画がすごい伸びて、で伸びたって言ってもその YouTube ではなくて Instagram の方でその一部動画を載せたところですね、あの海外の方までかなり、まあ、いわゆるバズったっていう状況が出てしまって、でもともと Instagram のフォロワーが、まあ、700人いかないぐらいだったんですけれど、海外までその動画がどん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 広まってた影響もあって、今もうすぐで9000人のフォロワーぐらいになりそうなんですよ。めちゃすごいですよね。なんかもう1日1000人増えるのが当たり前みたいな状況がすごい続いて、いいねももう10万以上とか、保存も2万以上とかで、もう過去にないぐらいすごい状態が続いて、でただその弊害としては、そのフォロワーがもうすぐで9000人来そうって言いつつも、そのいわゆる全部が全部まともなアカウントじゃなくて、まあよくわかんない、なんかなんだこれみたいな、本当に生身の人間がやってんのかみたいなアカウントがめっちゃ増えたんですよ、フォローとして。なんでもうすぐフォロワー9000人ってなっても、まあ、その生身のある9000人ではなくて、なんかもう本当にただただ数が増えちゃったみたいな、全然正直そこまで嬉しくない9000人というか、もう数だけ増えちゃったみたいな感じで、で普段投稿しても別の投稿しても全然いいねは来ないし、見てもない、普通興味がない投稿でも、まあ、ストーリーとかでも、まあ、流れてきたら見ちゃうじゃないですか、いいね押さなくとも見ちゃうじゃないですか、けどその見もしないんで、まあ、毎日毎日フォロワーがどん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 増えていくっていう、見てて面白さはありましたけど、ただですね、やっぱ9000人、もともと700人ぐらいしかいなかったのが9000人まで増えると、まあ、全部が全部今お伝えしたようなアカウントじゃないんで、ちゃんと興味を持って僕のことをフォローしてくれた外国人の方もたくさんいらっしゃって、でその人たちがあのインスタグラムに貼り付けていた YouTube のリンクから YouTube に飛んでくれて、でそこからチャンネル登録をしてくれた人とかも結構いて、でレンジローバースポーツを買ってちょっと経った時には500人ぐらいで推移してたんですけど、そのインスタグラムでバズってから一気に800人まで増えて、まあ今に至るっていうような状態です。まあせっかくこの動画を見てくださっている方は本当に興味を持って僕のことをフォローして見てくださっている方だと思うので、まあ、ちょっとお話をしたいんですけれど、なんで CX-5 からレンジローバーに乗り換えたかっていうところですね。で、まあ、ちょっと順を追って話をすると、僕昔からこういったいわゆる SUV とか黒缶四駆みたいなのが好きで、で僕が車をものすごく興味を持ったのが中学生の時なんですよ。でそのきっかけが、両親がちょうど車を買い替えるタイミングで、SUV を買おうとしていました。ちょうどその時は2007年とか8年とか、まあそれぐらいだったんですけど、まあ候補としてはトヨタのハイラックスサーフとか、あとはスズキのエスクードとか、あとは古いボルボの SUV とか、まあ、XC60 とかなのかな、まあいろいろ親は検討してて、でその親がいろいろ車を調べて、まあ、いろんなディーラーに行ってカタログとかをもらってる中で、まあ、僕もそれをいろいろ眺めたり、ホームページでいろんな車の中古車を検索している中で、あ、こんな車もあるんだ、あんな車もあるんだ、
っていうのですごい調べて楽しかったんですね。でそれでいろいろ調べているうちにいろんな車に興味を持って、でそれで車がすごい好きになって、で実はその時最終的に両親が買った車がランドローバーのフリーランダー2という車でした。そこで僕は初めてランドローバーという車を知ったんですね。でカタログを見た時に、まあ、レンジローバーと、まあ、レンジローバースポーツとディスカバリーとか、まあ、あの悪路を駆け抜ける走破力とか、まあ、イギリス車で王室御用達っていうところの、なんて言ったらいいんですかね、ブランド力とか窓デザインとかにものすごく憧れて惹かれて、でフリーランダー2自身も、まあ、助手席に乗ったり後席に座ったりする中でめちゃくちゃ乗り心地が良くて、あすごいいい車だなと。でそれで僕自身が車にものすごく興味を持たせてくれた会社っていうのがランドローバーでした。で、まあ、そうやって結局車ってすごい人をワクワクさせるんだなとか、人をものすごい興奮させるすごい面白いものだなってなって、それでまあ社会人になってから、まあそんないきなり社会人になってランドローバーなんか乗れるようなお金もないので、まあだからって言って、まあ妥協したわけじゃないですけど、まあ若いうちにしか乗れないだろうなっていうので、ツーシーターのオープンで走りが楽しい、運転が楽しいロードスターを買って、でまあいろいろ生活環境とかが変わって CX5 に乗ってと。でずっとランドローバーに対する憧れはありました。いつかは絶対乗ってやるぞとは思ってました。できっかけは実は僕新卒で入った会社を退職して転職をしました。そして今愛知県にいるんですけれど、ランドローバーの専門店があるってなったんですね。最初全然知らなかったんですけど、で専門店って言ってもディーラーじゃなくて、まあ実際にこのレンジローバースポーツを買ったレイブリックさんなんですけど、新車でそんな1000万もするようなランドローバーは買えない。で中古で買おうと思うと、まあ僕の財力、僕のお金事情から踏まえると中古車しか買えないと。でしかもそんな 2,3 年落ちの中古車でも高すぎて買えないので、まあ自然と、まあ、7,8 年とか10年とかそれなりに年数の経ったランドローバーしか予算的には買えないけど、そういったランドローバーってまあなんか故障だったり整備だったり、なんかいわゆるあんまりよくわかんないお店で買いたくないなって思うじゃないですか。まあ、古いランドローバーをまあ買うしか僕には予算というか選択肢がなくて、でそうなった時によくわかんない中古車屋さんで買うっていうことがなかなかできないので、ってなった時に愛知県に引っ越しをしてきて、ランドローバーの専門店あるじゃんと、ちょうど僕の好きなカクカクっとした SUV でレンジローバースポーツが予算的にも買えると。でまあ中古車ってね、そのいいなと思った時に買わないとすぐなくなっちゃうじゃないですか、一品一用なんで。ってなった時に、ああちょっと買い替えようかな、タイミングだな、まあレンジローバーも何年乗れるか分かんないし買っちゃえということで買いました。まあちょっと CX5 の売却動画では、まあちょっとあんまり言葉足らずでかなり簡素な動画にはなってしまいましたけど、まあシンプルに例えば YouTube の登録者数とか視聴回数とかをまあ稼ぐっていう目的であれば絶対 CX5 に乗り続けてた方が、そこは絶対有利なんですよ。マツダって結構、マツダに関わる動画って結構再生回数も伸びやすいですし、興味を持って見てくださる方が非常に多いので、なので登録者数とか視聴回数とかそういったところを伸ばすっていう点で言えば、絶対にもうこれは言い切れるんですけど、絶対に CX5 に乗り続けていた方が良かったと思います僕は。
もう決して CX-5 が悪いってわけではなくて、全然いい車ですし、僕も大好きな車なんですけど、でもやっぱり昔から憧れていたブランドの車にこうやって乗れるチャンスが目の前にあったっていうところで、レンジローバースポーツに乗り換えることを決断しました。まあ車の選び方買い方なんてね、人それぞれ10人いれば10人違うので、何をしても文句を言われる筋合いはないと思うんですけどね。ねえ、こうやって昔から憧れていたブランドだからっていうので、なんかまた例えばこのレンジローバースポーツを、まあさすがに1年半はないですけど、まあ、2年とか3年とかで乗り換えたら乗り換えたで、いや思い入れのあった車なのに乗り換えるの早すぎじゃん、愛がないとか、まあ言われてしまうかもしれないですけど、まあ僕自身もこの車いつまで乗るか分かんないですし、ねえ、今レンジローバーに憧れてて、あ、ランドローバーっていうブランドとの出会い、僕自身が車を好きになったきっかけはランドローバーですよと、でいつかはランドローバーに乗ってみたいなって思ってたからランドローバーに乗ってるんですけど、また僕自身も別にランドローバーだけが好きってわけじゃなくて、他にもたくさん好きな車っていっぱいありますし、乗ってみたい車っていっぱいありますし、ね、正直このランドローバーに乗る、結果的にレンジローバースポーツを選びましたけど、他にも悩んでた車種っていっぱいあるんですよ。でもやっぱりそういった車にも乗ってみたいですし、また、まあ、タイミングと予算と、まあいろいろですね、が良ければ、もしかしたら買い替えるかもしれないですし、それがまあ1年後なのか2年後なのか10年後なのかは分かりませんけど、まあ、僕自身はあまり何かに縛られることなく、自由に無理なくカーライフを楽しみたいなと思ってますので、古いランドクルーザーにも乗ってみたいですし、新しい最新鋭の、まあお金があればですけど、レンジローバーも乗ってみたいですし、スズキのジムニーも乗ってみたいですし、プジョーの208とかもちょっと乗ってみたいなって思いますし、ルノーのね、カングーとか、ああいった車も乗ってみたいですし、本当に乗りたい車いっぱいあるんですよね。まあ、あと最近だと、まあ、旧車のイベント見たっていうのもあるんですけど、まあ、いすゞの117クーペとかもちょっと一回乗ってみたいですね。めっちゃかっこいいじゃないですか、あれ。ね、僕今30歳ですけど、まあ、例えば30年、60歳、65歳まで30年、35年ありますけど、同じ車に10年乗ってたら、1台、残り例えば60歳、65歳までに3台しか乗れないですからね、人生で車。まあそう言っておきながら、もしかしたらね、このレンジローバースポーツも30年乗ってるかもしれないですけれど、まあ、そこはもう何かに縛られずに、自分の興味と関心に純粋に従いながらカーライフを楽しんでいきたいなと思います。まあ今は電動化とかも言われてますからね、純粋なガソリン車もいつまで乗れるか分かんないんで、